皆さんこんにちは、まずですね、池原さん、そして山本店長、そして伊丹です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、フィッシングマックスで、はい、行っている社会貢献事業、はい、たくさんありますので、はい、そのうちの一つ、はい、うん、今回は UFO ライブチャリティー、募金ということで、はい、9月にさせていただきました。そうですよね、はい、じゃあちょっとそのリレーフォーライフについて池田さん簡単にご説明いただいていいですか。はい、リレーフォーライフは芦屋の実行委員の池田と言います。リレーフォーライフというのは、がん患者さんの支援と、がん検診の啓発活動を行っているチャリティーイベントになりまして、そういった支援を、日本対がん協会を通じて行っております。はい、ですよね、はい、で毎年山本さん、はい、あのフィッシングマックスさんで釣り大会も行っておりましたよね。大会を本当行いたかったんですけれども、うん、はい、やっぱコロナ禍なんで、ね、ちょっとできないということで、店内でこういったチャリティーのコーヒーを活動させていただきました。ですね、はい、で本当たくさんの皆さんの健康に、そしてがんに対する思いが詰まっております。そうですね、お預かりしましたね。はい、はい、これを、うん、池田さんも、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。大事にお預かりいたします。よろしくお願いします。ね、そしてその募金、本当皆さんから集まった募金によって、またがんの方への役に立つと、はい、いうことですよね。はい、そうですね。はい。リレーフォーライフ自体は、がんが止まらない社会づくりということで、がん患者さんや、がんでない方も、まあ、検診などを通じて、貢献していくことになりますので、はい、大切に使っていただきます。はい、皆さんご協力ありがとうございました。さあ、そして山本さん、はい、あの2022年に向けての取り組みも早速企画進めますね。もうもちろんですね、はい、あのね、これはね、来年も9月に、はい、リレーフォーライフ釣り大会を企画しておりますので、その時伊丹さんもよろしくお願いいたします。わかりました。で実際にね、過去にその大会でがん検診を受けに行って初期のがんが見つかったっていう方も何人かいらっしゃって、そうですね、僕たちもホッとしてますもんね。ですので今回募金にご協力いただいた方にお気持ちのお返し、そうですね、まあ、抽選で、になるんですけれども、はい、お気持ちでこちらの中から商品を、お渡しさせていただきたいと思います。わかりました、はい、また抽選で、ね、お渡ししますので、釣りをしながら健康についても考えてみてください、はい、じゃあまたこれから僕たちも、ね、健康についてがんについて考えていきましょうね。はい、はい、そして楽しく釣りをしましょう。